地図の皆さん、ニュースジャンキーの皆さん、 TJM ラバーズの皆さん、こんばんは。アリケータでございます。 TJM4.0 とりあえずじじってみた 4.0、最新のバージョンで、お届けしていますけれども、今回でですね、ちょっとあれなんですよ、久しぶりですよ。本当に先々週とお休みをいただいて、登山も行ってきたんですよ。登山よかった、本当によかったですね。丹沢最高でした。そろそろね、あの登山シーズンも来月とかは紅葉のシーズンみたいなので、紅葉でも行ける場所なんかもいろいろ多分日本はあると思うので、ちょっといろいろ今どこにしようかなっていうふうにちょっとずつ思っていますが、だいぶね寒くなってきましたよね。ということで早速行きましょう。天気の話、ザクッと天気予報行きましょう。もうバンバン行きますよ。今週は忙しいので。わりかし涼しかったですよね。あの本当に先々今週の頭くらいは本当にちょっと蒸し暑かったですよね。蒸し暑くて、なんかまだかよと思って、10月ですけどもとか冬に思っていたんですけど、意外と今日とかはもう本当にね涼しくて、今日の東京の最高気温22度でした。曇りでね16度が最低気温だったので、全国的にももう大体25度以下ですね。20度下回ってきてますね。札幌とかすごいですよ。札幌も13度ですよ。もう寒いですね。もう上着とかね、もう大変ですよ。着ないと、たくさん着ないと。なんかあれみたいですね、あの北海道の方はそのなんかあれみたいですよ、寒くなってくるじゃないですか。で、あの暖房をものすごい強くするんですってね。で、半袖1枚とかで室内で過ごすみたいじゃないですか。ただなんかあの割かしそこって寒いところの人だって多分そうするのがあるみたいなんですけど、東京とかなんか、まあ、東京だけじゃないんですけど、それ以外の場所って意外とその長袖着た状態で、まあ、少しこうね、なんていうんですか、なんていうんですか、まあ、ちょっとこうね添える程度ですよ。添える程度に暖房をつけるっていうぐらいなんですけど、意外と北海道の人たちはもうガンガンマックスでつけるっていうのに結構びっくりする人たちはいるみたいなんで、すごい、あ、いやもう、あ、そか、サロさんは札幌うわ、だってそうですよね、最低気温9度ですからね。いや天気悪かったみたいですね。沖縄はまだ29度最高気温っていうことなので、まだまだ暑い日は続くんじゃないですか。でもやっぱ毎年あれですよね、ちょっとずつ気温がで毎年毎年少しずつずれてきているような気がするのは僕だけでしょうか。もう本当に高校生とかの時期とか普通になんかもうこの時期やっぱ半袖、そもそも着て半袖っていうかもうね、半袖1枚で外出歩けるのじゃなかったんですけどね。本当に温暖化現象ですか。ということで、翌日の明日ですよ。明日の11日はですね、あ、明日でも意外と天気いいですよ。ただ札幌はあまり天気良くないですね。札幌だけ、曇りのち雨、降水確率 60% になっています。その他はですね、全国的に曇りのち晴れ、もしくは晴れ、晴れのち曇りといったところなので、気温はですね大体、25度前後といったところですかね。じゃあもう涼しいですよ。もう多分もう暑いっていう言葉はなくなってくるんじゃないんですかね。あ、結構もういろんなところは寒、やっぱ東北の方はねやっぱ寒くなってきているんですね。まだ関東の方は寒いというよりは、まあ、涼しいっていうのがもう本当にその一言ですね。涼しくなったなっていうところなんですけど、まだこう寒くなったなとはちょっと言えないですね。ただ朝晩はちょっとひんやりやっぱちょっと若干感じるんで、風邪ひかないようにねしましょう。僕大体こういう時にすぐ風邪ひいちゃうんですよ。もう気がつい寝る、特に寝てる時ですよ。寝てる時に夏のこう癖で窓開けっぱなしにしちゃうんですよ。それでもうなんかなんかクーラーつけなくていいやみたいな感じで、半袖ハーパンとかでなんかそのタオルケットぐらいなんですよね。タオルケットぐらいで、なんだったらもうタオルケットもうこうどかしちゃったりして、で気づいたらそれで風邪ひいて、またやっちゃったみたいな、また今年もやっちゃったんですね。だからもう今年からはもうそれをちょっと避けるために無印でパジャマ買ったんですよ。で無印でパジャマ買ってたんですけど、で無印でパジャマ買ってたらなんか店員さんかなんかがすげえ見てて、なんだろうとか思って、でなんだろうと、なんかしたかなと思って、別に万引きも何もしないですよ、もともと。
でなんかびっくりして、そしたらその店員さんが近づいてきてくれて、あのアリさんですか、ああまあみたいな、あすいませんみたいな感じで、なんか YouTube 見せてくれたらしいんですよね。なんで無印の店員さんがですね、あの YouTube 見てくれてたっていうのでちょっとびっくりして、ちょっとねかなりドギマギしていたんで、久しぶりにそういう声をかけられたんで、普段はもう前からちょっとびっくりしました。なんでもうそう、無印のパジャマめっちゃいいんですよ、おすすめです、ほんとすごいです、もう宣伝します、マジで。パジャマはいいですよ、やっぱりこう寝るためのものですからね。まあまあまあ、まあ、パジャマの話は置いといて、翌日の、10月12日水曜日ですね、水曜日も全国的に天気は良くなります。平均気温大体25度前後といったところなんですけど、金沢と新潟と沖縄は、傘持っていった方がいいですね。沖縄は、60% 降水確率 60% です。で雨のち曇りですね。金沢、60% 同じく、晴れのち雨なんですよ。で新潟 80% ですよ。80% で晴れのち雨っていうことなので、あれですよ、やっぱり多分急に降ってくる感じですよね。この晴れから、大体なんか晴れから雨になってるやつってそのすごいじゃないですか。ゲリラ豪雨ですよ、ゲリラ豪雨。え、福知山にスタバできるんですか。え、ちょっと待って、え本田さんですね、コメント今。え、福知山ってあの京都の福知山ですか、京都の福知山市ですか。そこに、え、あの駅前にスタバができるんですか、合ってますか。ちょっとびっくりです。ちょっと詳細、ちょっとまあ いや、自分で後で調べる。わかりました。わ、ちょっとびっくりですね、福知山にできるんですね。あの福知山の港南っていうところあるじゃないですか、あのホームセンター毎年あれなんですよ、あのお墓参りに行くときに、あの港南で、あのまあ僕じゃないんですけどね、母親があのお供え物とか、あとお線香とかも買うのかな。でなんかあそこら辺にあるこう食べ物、やっぱそうだ、うわ京都、すごい、これニュースですよ、すごいニュースですよ皆さん、京都府福知山市のにスタバができるんですよ、びっくり。ちょっと来年行ってみようと思います、スタバ覚えてたら行きます。うわ、ちょっとびっくりだな。ということで、10月の13日木曜日ですね、木曜日全国的に、天気はまあ沖縄はやっぱり未だに、ちょっと悪いですね、曇りのち雨といったところで、他のところはだいたい曇りのち晴れといったところですね。もう気温もだいたいもう落ちてますね、20度前後といったところなので、もうそろそろこの辺りから長袖の登場、ジャケットでしょうかね。皆さんだいたいなんですけど、何度ぐらいになったらジャケット着ますか。僕の基準があるんですけど、20度を下回ったら、あの最高気温ですよ、最高気温が20度を下回ったらジャケット着ようっていうふうに思ってます。20度を上回るんだったらまだこうシャツとかちょっと厚めのシャツですよとか、まあ長袖でいいんじゃないかなっていうのがあって、なんでかっていうと、なんか意外と僕そこなんですよね。だから5度単位でだいたい考えてて、で15度ぐらいになってくるともうちょっと気をつけないといけないから、なんかこうちょっと強めのやつですよね。で10度ぐらいになるとさらに、なんだろうな、10度ぐらいになるともう本当ダウンとかをちょっとやっぱ考え出しますよね、考え出しますね。お、千葉さんという方はですね、真夏と同じ服装で一人浮いてた今日あ、でも僕も今日見ました、駅前でですね、まだ結構夏だなっていう人を見ました。もしかしたら千葉さんかもしれないです14日の金曜日はですね、全国的に、天気いいです、ただ北海道だけあまり良くないですね。札幌、降水確率 50% ということで曇りのち雨です。札幌以外のところはですね、わりかし、全然雨マーク出ていないので大丈夫です。沖縄復活しますね、29度最高気温ですね、やっぱ暑いですね、30度、ごめんなさい、 30% 降水確率なので、まああまり気にしなくてもいいんじゃないかなと思います。10月の15日来ました、全国的にやっと天気回復します。ザクッと言うと、どこも晴れのち曇り、もしくは曇りのち晴れといったところで、平均気温も20いいですね、多分この日すごいいいと思いますよ、20度から25度といったところなので、何かこうね、お出かけをする方はいい一日になるんじゃないでしょうか。
16日日曜日ですね。16日の日曜日も全国的に天気いいのですが、九州地方ですね、福岡、降水確率 40% で、鹿児島、50% です。曇りのち雨です。他のところはね、晴れのち曇り、もしくは曇りのち晴れというところなので、土日はいいんじゃないですか。なんかお出かけに行ってみて、ぜひ来週何かこう秋っぽいこうね感じるところも多分何かあると思います。いいと思いますけど、はい、もうなんか久しぶりにやっぱやるとよくわからなくなっちゃいますね。ビール飲みますよということで、TJ4.0 でですね、毎回ビールを飲むっていうのを決めてるんですよ。今回ですね、これシメイトラピストビールホワイト、ブロンド色アロマの効いたホッピーでドライなホワイトはスポーツ後のリフレッシュや、アペリティフに最適、6度から8度が、いい、温度だそうです。ただスポーツの後なんですね。サッカーとかですかね、なんですか、サッカーとかじゃないですか。ということでいただきます。あ、甘い、俺めっちゃ甘い、すごい、なんかもうほんとこれジュースみたいな、アロマめっちゃ効いてるってことなんですかね。もうなんかこれジュースですね、どちらかというと。すごい甘いです、すごい甘いです。あ、佐藤さんはあれですね、15度でジャケットで結構強いですね。10度でコート、0度で、あ、まあでもそうですよね、やっぱ慣れ強いんでしょうね、強いんでしょうね、うん。0でも俺0度ちょっとまだあまり体験したことがないので、ちょっと怖いな、どうなっちゃうの。なんか北海道であれがあるじゃないですか、あの我慢大会、1月か2月にありますよね。あの鎌倉なんか何でしたっけ、あのあれ鎌倉で会ってますっけ、あの雪のあるじゃないですか、この前もど忘れしちゃった、あの雪のね、あれ鎌倉みたいなやつに入って、そこで夜から朝にかけてずっとあの耐久耐えるみたいな、我慢するみたいなのがあるんですけど、それねちょっと毎年行ってみたいなって思うんですけど、結局その絶対行くっていう風に言っていかないみたいな感じなんですけど、ちょっとそろそろもうそろそろ僕31になるんで、ちょっと攻めたいなと思ってます。もうどんどん攻めていきたいなと思ってるんで、北海道いいな、行ってみたいな、ということでビールの話をちょっとしたいんですけど、前に皆さんあれ覚えてますかね、あのベルギーで、まあ、それこそ今日飲んだビールもベルギーなんですけど、ベルギーであの前にビールが流れるパイプラインっていう話をしたの覚えてますかね、覚えてます。でなんか蛇口ひねってビール出たらよくねみたいな話をしたんですよ。すごいそれで僕印象に残っているんですけれども、続報があります。ベルギーの、ところのそのですね、あのパイプライン、ビールパイプラインがなんと、これですね、完成したみたいです。でこのビールの流れるパイプラインっていうのはこれ世界で初めてだそうです。パイプライン長いですよ、全長が約3276メートル、3キロもあるんですね。でベルギーの、中心部の歴史地区にあるところに、そこの、ビールの醸造所と、郊外の瓶詰め工場を結ぶんですって。でもうこれからもうパイプラインできたっていうことで、その運搬トラック、もうこれがねなくなるみたいです。そう、先週を最後にっていうことなので、9月の中旬ぐらいですかね、中旬ぐらいにこのトラックの運搬がなくなっちゃったんですって。っていうことは、まあ、ちょっとあれですよね、運搬をしてたそのトラックのうんちゃんとかも仕事ちょっと別のあった、なんかあったんでしょうかね、きっとあったんでしょうけど、パイプラインになったらそういうことですよね。そうやってなんか便利っちゃ便利ですけど、まあでもびっくり。でこのパイプラインいくらしたのかというとですね、結構高いですね、約4億5500万円もしたそうです。でこれがこの4億5500万円のうちの3400万円、これがクラウドファンディングで調達したみたいです。すごいですよ、1時間に約4000リットル。ツワ飛んじった、ツワ飛んじゃいました今。すごいですね、4000リットルってことで、大体だってあれですもんね、1リットル、あれ、あ、
500ミリリットル の, あの缶ビールがあるじゃないですか。であれが2本で1リットルだから、かける4000っていうことなんで8000合ってるかな、8000本ぐらいですか。あ、でビール瓶だと1万2000本ですって。すごいですね、ベルギー半端ないですね。ちょっとなんか想像しちゃいますけど、やっぱ僕は蛇口がどうしてもねあるんじゃないかなって思っちゃうんですけど、で、ね、出てきたらいいですよね。その街中こう歩いてて普通にたまにあるじゃないですか、あの神戸とか、僕の祖母の家が灘にあるんですよ。灘区っていうところにあって、でそこに行くとなんかたまにこう、またまにじゃないですけど、なんか多分六甲山近くて、そこになんか水が多分湧いてきてるんでしょうね。でなんかそこでこうお金入れたら水出ますみたいな感じのやつがあるんですけど、でそれと同じのあったら超嬉しいですよね。これなんか5円50円ぐらい入れたらビール出ますみたいな。でたくさん飲んじゃってね、たくさん飲んじゃう人いるんじゃないですか、もうこんなことやってみたら。ただなんか日本だと分かんないですね。なんか最近そのあの若者のビール離れとかっていうのも結構、若者の何々離れなんていうのも話も結構出てますけどね。特になんか僕知ってるのと若者の、まあ僕もそうなんですけど、あの若者の車離れですよ。若者の車離れ結構、まあ、東京住んでるとそもそもいらないですよね。結局その車持っちゃうと駐車場かかっちゃうし、維持費もかかっちゃうし、でなんだかんだ言ってだいたいその週、それこそ週1回とか、まあ運転して多くて週1回とかですよね。でまあ月1回運転できたらいい方かなというふうに思います。東京に住んでると、まあ、大体まあ電車とかバスとかたくさんありますから、特にもう電車なんかもうわけわかんないです、正直。なんか僕ももうわけわかんないです。もうたまにもうわけわかんないから、もうめんどくさくなっちゃって、適当な電車乗っちゃって、全然違うところ行っちゃうっていうのもある、本当にあるんですよ。もういいや、みたいな。めんどくさいからいいや、みたいな感じで、ね、あるんですけど、そのぐらい東京都民のも、ちょっと混乱してきてるんですけど、まあ、それぐらいね、電車たくさんありますっていうことが言いたいんですけれども、逆にですね、その東京じゃないところではですね、やっぱりその車離れっていうのはないみたいなんですね。特に群馬県がですね、去年の11月に実施した、パーソントリップ調査、人の動き実態調査っていうのがあるんですって。で、そこの調査によるとですね、約6万世帯を対象に調査を行って、合計13万人から回答を得ました。何を使ってますか？何で移動していますか？ということで、今回ですね、そこの、群馬県では、一番多いの、自動車なんですね。自動車、この使っている比率が 77.6% で最も多いそうです。逆に、徒歩はですね、たったの 10.6% なんですね。鉄道 2.5%、バス 0.3% ということで、車に乗るか歩くっていうのが多いんですかね。そうするともう自転車とかも完全にもうなくなってくるんですかね。もうほんと趣味とかになるんですかね。あのトライアスロンとかであるじゃないですか。めっちゃ速そうなんで、あのヘルメットとかもなんかすごいエイリアンみたいな、こうすげえ風切ってんなーみたいな感じのやつとかになっちゃうのかなって思います。あんまりママチャリとか乗らないんでしょうかね。で、それちょっとまあ、あ、そうな、これやっぱ多分そうだ、東京だとあんまりないよなって思うんですけど、別に東京をね、そのなんか東京住んでるからさ、よろしくみたいな感じのことは全然ないんですけど、またそういうの全くないです。むしろ僕はちょっと東京に疲れてきている30代なんで、移動手段を、ですね、距離別に見ていくと面白くて、自動車で移動する割合は、0から100メートルで 26.3% の人たちが使うみたいです。だからもう本当ちょっと行くっていう感覚の時に、その多分東京の人からするとちょっとこう行くっていう時にすぐ車使っちゃうみたいな、いやもう車っしょみたいな、300メートルから500メートルで 49.8% の人たちが自動車を利用するみたいです。はあ、これさらに面白いのがゴミ捨てに行く集積所、そこにも車を使うみたいですね。僕ん家は結構まっすぐ近くなんであれなんですけど、まあでもそれぐらいやっぱ車やっぱ使うんでしょうね。うん、でも実際そうでしょうね。そうだと思います。だってスーパー、それこそ
あの福知山にあの僕のなんつったらいいんだろう、まあ、おばさんですかね、おばさんの、家があるんですけど、で北区だっけな、福知山の北っていうところにあるんですけど、そこもやっぱりそこに行くまでにやっぱりすごい、まあ、30分ぐらい福知山から時間かかるし、で福知山も車でやっぱり移動してみるとこうすげえでっかいものがたくさんあるんですよ。ニトリも超でっかいし、スーパーも超でっかいし、で多分みんなやっぱそこにまで行くのはやっぱ車で行ってたくさん買って、でそこで家に帰ってくるっていうの。サンディエゴ、アメリカのサンディエゴに少し住んでいた時もだいたいそんな感じでした。やっぱり車移動が大事で、で一回ねあったんですよね、歩いて行ったらこれどれだけの時間かかるんだろうと思って歩いて行ったんですけど、もう泣きそうになりました。本当に泣きそうになりました。そのぐらいでもやっぱりあの場所によっては全然、むしろ多分思うんですけど、僕正直に思うんですけど、多分東京とかの方が逆に変わってんじゃないかなっていう風に思います。車持たないんすかみたいな、マジっすか思います思っちゃいます正直。だから別になんかその、まあ、東京基準っていうのがそもそもおかしな話かなとは僕は思いますけどね。こういう記事がね、なんか話題になるときに東京基準じゃねえのかなというふうにちょっと思いますけど。僕はそう思います。あ、これ車の話といえばですね、ちょっと面白い話があるんですけど、ごめんなさい、これあの岡山県にですね住んでいらっしゃる方は、別にこれあの僕はもうあの全然あの記事が言ってるんですよ、記事が言ってるんですね。岡山県実はですねすごい車の交通マナーが悪いって言われてるところらしいんですよ。晴れの国岡山県なんです。晴れの国じゃないです、岡山県なんですよね。はですね、なんと交通マナーも悪いらしいですね。これはですね、今年の7月に発表された JAF のアンケート結果によると、方向ウインカー出さずに、すぐに車線変更右折する車結構多いらしいですね。多いですかっていう質問に対して、すごい多い、やや思うという回答した割合がですね、岡山県なんと 91% の人たちが、僕らはいやちょっとすごいウインカー出さないっていう人たちだみたいですよ。だからこれはちょっと危ないですよ本当に。あの合図出さないと、合図をちゃんと出さないとあのこれ罰金出ますからね。でもそれだけ多いんですね。またお住まいの都道府県の全般的な交通マナーについてどう思いますかっていうアンケートに対して、悪いと思う、とても悪いと思うと回答した割合は、岡山県は 58.6% で全国8位の高さだったみたいです。ディスってないです。岡山県の方たちはディスってないです。あのね、晴れのね、岡山デニムですからね。ただあの、まあ、ちょっとこうねあのウインカー出さない人たちが多いということで、できればウインカー出さないとね、結構危ないですからね、本当に危ないですから。おーいおーいおーいみたいなね、ありますから。あ、名古屋も、そうなんですね。へぇ、名古屋も知らなかったですね。名古屋も悪いみたいですよ。なんかその、実はちょっとこの記事の続きもあんまりまあ話さないですけど、この記事の続きによると、なんかその関西の方に行くに従って、交通マナーが悪くなるみたいなのはちょっと書いてあったんですけど、まあこれはでも本当にあのだからって別になんか東京がいいよねとかっていうわけでも本当にないので、あのこれはもうただ単のアンケート結果なので、ちょっとイラッとした人はもしいたらあのすいません、あのお気になさ気にしないでほしいですというところです。ただあのこれは全、これは次のやつは、データについてのまた話ちょっとあるんですけど、これは岡山県だけじゃないです。これ僕ねすごい痛感してるんですよ。90% の車が、横断歩道のに歩行する人たち、横断歩道に歩行者、これが止まらないっていう、確かにこれそうだなっていう風な、信号のない場所で横断歩道を渡ろうとする歩行者がいても 90% 以上の車が一時停止していないことが JAF、 さっきと同じですね、ここによる調査の全国調査の結果で分かったみたいです。
8月の15日から9月の1日、全国47都道府県の合計94カ所で調査を実施したみたいです。大変ですね。平日午前10時から午後4時の間に、調査を実施したんですけど、 JAF の職員さんたちが実施をしました。その結果、9割が止まらないっていう。でも本当にそうです。僕のですね、今住んでるところで、すぐ近くにコンビニがあるんですよ。コンビニがあって、コンビニのところかに横断歩道があるんですね。でそこの横断歩道って意外とその歩行者も結構多いんですよ。やっぱコンビニ行く人たち多いから、セブンイレブンに行く人たち結構多いんですよ。でもう本当目の前がその横断歩道なんですけども、けれども車ね、ほんと止まんないんですよ。でなんだかんだ、その正直バス、都営バスとかも全然止まんないんですよ。たまに何て言うんですか、僕の機嫌が悪い時というか、何て言うんだろう、引かれてもいいとかっていうのはないんですけど、イラッとする時はもう俺ちょっともう絶対ここは譲らないっていう風な気持ちで行っちゃう時あるんですけど、でたまにいるんですよ、そういう風な僕と同じ気持ちの人を見かけるんですけど、そのぐらい車止まんないんですよ。で逆にむしろなんか歩行者の人たちがこのタイミングだったらいけるんじゃないかなっていうので、そのタイミングを測って渡るみたいなね、ところなんで、すっごい止まらない。皆さん、僕もそうです。車を運転している人は、横断歩道のね、白いやつ見えたら止まって譲りましょう。もしくは徐行をしてね、なるべくこう気づかせて徐行して、いきなりほら急停車しちゃうと後続の車にも迷惑かかっちゃうので、ちょっとねこう徐行、少しずつ距離を止ま、スピードを落としていって、ゆっくり行って、はいどうぞっていう風に譲ると、歩行者の人たちきっと喜んでありがとうなんかしてくれるはずです。そうしたらね、すごいいい気持ちになりますから。ということで、いいことをしていきましょう。そういえばですね、9割っていうとね、 90% っていうと、結構大多数な、もうかなり大多数っていうか、もうほとんどですよ、なんですけど、ちなみにですね、これ面白いのが、言語についても面白いちょっとデータがあるので紹介させてください。よく言う見れる出れるとかあるじゃないですか。最近の若者はラ抜き言葉が使えないようになってきた。見られる、食べられる、出られるですよ、正しくは。なんですけれども、今ですね、このラ抜き言葉を使わないっていう人たちの方が大多数になってきているみたいですね。調査では、見れる出れるっていう表現をに対してそっちを使えますかと、アンケートを取りました。文化庁がアンケートを取ったみたいですね。そこによると、調査では見れたっていうふうに普通に答えてしまう人が 48.4%、 逆に見られたっていうふうに答えてる人が 44.6% だったんですね。出れるが 45.1%、 出られるが 44.3% ということで、食べられる、来られる、考えられるに関してはラ抜き言葉を使う人の方が少なかった。食べられる、来られる、考えられる、ちょっとずつ変わってくるんでしょうね、きっと。できっと思うんですけど、多分まだまだもうちょっとなんですかね。多分やっぱこうやって言葉って変わっていくんでしょうね。ラ抜き言葉がその標準になっていって、なんか昔の人たちはなんか食べられるとか、なんか食べれるじゃなくて食べられるっていう風に言ってるみたいですよ。ちょっとマジでなんかラとかめんどくさくねとかっていうなんかあるのかな、きっと。そうやってちょっとずつ変わっていくんですかね。で、なんかちょっと、これ最近なんかこの前飯食ってる時に話が出たんですけど、なんとかっすよねっていう言葉あるじゃないですか。なんとかじゃないっすかとか。で、なんかこれも結構なんかその東京、なんか標準語っぽくなってきてるんですよ。なんとかっす、いいっすね、みたいな。で、これなんとかっすっていうのって実はなんか、方言から来てるっていうのをちょっと聞いたんですよ。まあまあ詳しくはちょっともう忘れちゃったんですけど、でもなんかそういうのもあるんで、東京基本的にあれなんですよ、本当。何でもパクるから、何でもパクりますから。めっちゃいいとかっていうのも東京の人たち言うんですけど、それもともと関西弁で、そのすごいとかとてもっていうのが、めっちゃっていうんですよね。これはね、僕の説では、まあちょっとこれ話が長くなるんでやめます。
大多数が思っている話、話といえばですね、ちょっと面白いのがあるんですけど、あの映画皆さん見ますか？僕結構映画、まあ、海外ドラマすごく見るんですけど、海外ドラマも映画も、まあ、多分同じことなんですけど、あの普通に結構いろんなシーンが流れるじゃないですか。例えばあの逆探知とか、その刑事もののドラマとかだと、何秒間の間を話してくれとか、そこまで伸ばすんだ、こうやってやるじゃないですか。こうやって引き伸ばしたりとかもしますし、もちろんなんかいろいろサイレンサーでこう人を撃ったりするじゃないですか。こうピシッピシッピシッみたいな。面白いのが、あのこれほとんど嘘らしいんですよ。でちょっともしかしたらごめんなさい、これ今後海外ドラマとか映画を見るときにちょっと若干ね面白くなくなるかもしれないっていうところがあるんですけど、今回ですね、その、ザ・リッチエストっていう YouTube チャンネルがあるんですけど、そこがですね、あの実際、映画と映画ではその映画で嘘、よくある嘘をですね10個にまとめてくれてるんですよ。でこれね聞くとちょっと正直僕もこれ見た後に映画とかドラマ見るとなんかちょっとねやっぱ思っちゃうんですよ。ただでもこれはあの知っておいた方がいいと思います知ってください。僕と同じ気持ちになってください。勝手に言いますけど、ということでまず最初のやつはですね、逮捕時に許される電話あるじゃないですか。よく逮捕されて最後に一つだけいいかな、電話一本させてくんないかな。これ嘘らしいですね、これはもう完全な嘘です、犯罪のただし犯罪の重さと警察の裁量次第によって許されるそうです。まあまあ映画でやる犯罪っていうともう大体危ない犯罪ですからね、許されないっていうことです。さっき言いましたけどサイレンサーあるじゃないですか。映画に出てくるあのサイレンサー、銃につけてなんかここだけ少し長くなっててこうプスッとかっていうやつ、これ実際に、もっと音うるさいみたいです。工事現場の、削岩機っていうんですか、ほど結構音でかいみたいですね。割とパチーンっていった感じなんですかね。なんで割かしでかいですね。割かしでかいんじゃないですか。宇宙空間での爆発あるじゃないですか。よくあの宇宙 SF 映画とかであのブーー、これもないみたいですね。光がピカッと明るくなる程度です。しかも轟音、音もね響かないそうなんで結構静かな感じみたいですね。こう一瞬でこうシュッとなる感じらしいです。よくあるのが次はですね、銃撃戦あるじゃないですか。こうパトカーの後ろとかに隠れてこうバン隠れてこう隙を狙ったりするじゃないですか。これ無理らしいですね。ガンガンもう本当に貫いちゃ、弾丸の方が強くてパトカーはすぐねもうやばいらしいですよ。だから後ろに寄りかかった瞬間にもう撃たれてもう死んじゃうっていう次はですね、よくあるパターン、どっかに脱出をする場合ってあるじゃないですか。こう走ってこうやってこう手をクロスしてこうガラスに行くシーンあるじゃないですか。これですね、もうやばいらしいです、実際に破れる、その実際に、ガラスは刃物と同じなんで、割れたら、衣服や素肌も結構深く切り裂かれるらしいです。さらに言うとマシンガン結構ぶっ放しじゃないですか。こうドロロロロロロっていうの、これもですね実はもう嘘みたいですね。だいたいライフル、M4 アサルトライフルであれば3秒から4秒の間にマガジンが切れちゃうみたいです。で意外と早いみたいなんですねあんなにこうね10秒20秒こうできないみたいですね。逆探知、これはよくあるじゃないですか。そのこの間までは絶対に引き伸ばせよっていう風に結構これはありますけど、GPS アプリを使えば誰でもすぐ、数クリックで逆探知可能みたいですということなんで、時間はちょっとあれらしいですね。そんなにこう60秒引き伸ばせとかっていうのもなくて、わりかしこう一瞬ではいはい OK っていうみたいですね。なんだかちょっとまあごめんなさいね。でもこれ若干ね迷ったんですけど行っちゃいました。次回から映画を見るときにちょっとそうっすね、僕も、ちょっと感じました今日。逆に言えばね、それも面白さになるかもしれないそれも面白さになるかもしれないんで、まあ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 、そういうことですよ。
なんですかね、この空気は。なんか自分で、すいません、なんか自分でちょっと言っといて動かなくなっちゃいましたけど。で、ノーベル賞の話しましょうか。ノーベル賞の話しましょう。大隅義則さんが、ノーベル賞を取りましたね。すごいですね。なんか結構ノーベル賞を取ったっていうことで、なんか二分化してますよね。やっぱすげーみたいな感じで言いますけど、一部ではやっぱりその、これから先の日本人はノーベル賞を取れないんじゃないかとか、なんか奥さんの力添えっていうのをなんかメディアは押しすぎてるんじゃないかっていう、なんか結構そういう指摘もするところあるんですけど、ちなみに、今回何をしたかっていう、なんでノーベル賞を受賞したのかっていうのを、僕も気になったんですよ。なんか大隅さんのことだけ騒いで、結局じゃあそこの細かいところってあんまりこうなんかあやふやにしたくないなと思い、でもまとめてみると、オートファジー、これは、これギリシャ語なんですね。ギリシャ語でオートっていうのは自分、ファジーっていうのは食べるっていう意味らしいです。なんで、自分を食べるっていうことですよ。でこれ何を自分で食べるかっていうと、もう簡単にまとめました。何かって言われた時に一言で言えるようにっていうのを、まとめたんですけど、自分の細胞内でいらない部分を取り除いて、必要な成分にリサイクルすることができるのがオートファジーです。でこれがない、これが働かないと体内の中で病気になってきてしまうみたいです。でそので、今回そのオートファジーが、これを利用するとどういった病気が、今後良くなって治ってくるのか、役立つのかっていうのは、まずがん、あと肝臓にもいいらしいですね。要はなんかその機能しなくなってくるから、そこを機能させるような、ものにしていくっていうことなんですかね。なんで結構いろいろあるんですね。アルツハイマーとかも効くみたいですよ、今後あのオートファジーを利用していくと。あとクローン病とかもあるんですって。肝臓がんとかもあるし、パーキンソン病とかも効くみたいですね。まあ、つまりなんかその自分でなんかそのなんていうんですか、成分を、いらないものを必要なものに変えるのが、それが機能したくなってくると病気になっちゃうっていうのが、そういうことですよ。でオートファジーは、すごいいいやつなんですよ。でその研究をしたのが、大隅さんっていうことで、すごい研究をしたんですね。ただなんかその記者会見とか、僕はちょっとごめんなさいと映像を見てないんですけど、なんか結構その基礎研究をちゃんとこれからでなんかしないと日本は良くなくなっちゃうっていうので、なんかすごいそれを言っていたみたいなんですね。でなんでかっていうと、なんかその今ってその日本の、まあ僕も全然すいません、あのこの記事でしかちょっとちゃんと読んでないんですけど、その今日本のその科学界っていうのが、その研究をする予算がその限られてきちゃってるんですって。で要はなんかそのお金になるもの、金になる研究っていうのにすごいお金はつくけれども、実際そうなると、要はなんか金になるものを狙った研究をしないといけなくなっちゃうっていうみたいらしいなんですよ。そうなると結局その研究っていうのは、その面白いからやるのが研究なのに、金を狙いに行った研究にしちゃうと、世の中に生かせる研究っていうのが何なんだろうっていうのを結構その大隅さんっていうのはその言っていて、であとその基礎研究っていうその一番なんかその大事な、すごいやっぱなんか研究ってやっぱ時間がかかるみたいなんですって。だからその時間がかかるけれども、企業はあのすぐ結果を出せっていう風に言うから、なんかそこ とのやり取り、そのなんていうんですか、ギャップっていうのがなんか結構全然ダメだから、なんか今後はっていうのを結構言ってるいらっしゃるんですよね。だからなんかそのメディアはもう日本の科学界はなんか将来が暗いみたいな感じで言っちゃってるみたいなんですね。だからまあでもなんか正直言うと結構あれがありますよね、そのなんか長期的ななんかこう考え方っていうのがなんかなくなってきてるような気がするんですけどね。なんかその研究とかもそうなんですけど、わかんないです、実際僕研究したことないんでわかんないですけど、でもまあなんかこうじっくり何か物事に取り組むっていうのがなんかすごい少なくなってきちゃってる気がするんで、なんかもう本当に来月再来月なんか 1年後でもう長いみたいな、もう長くないみたいな感じの思っちゃうから、なんかこんなんだったっけなーっていうふうにはちょっと思っちゃうんですけどね。なんかびっくりしますけど、
そんな感じです。でもなんかでも本当に多分なんかおすみさんとかはきっとすごいなんかそういう部分であの葛藤を感じてきた上であのもちろん取ったじゃないですか、ノーベル賞取った上であのすごいそこで言いたかったんでしょうね、きっとそこの部分はその世の中に知ってほしかったんじゃないかなっていうふうには思います。知ってました皆さん、ノーベル賞ともう一つ別にある賞があるんですけど、イグノーベル賞っていうのがあるらしいです。イグノーベル賞っていうのは、1991年に創設されて人々を笑わせそして考えさせてくれる研究に対して、与えられるノーベル賞のパロディらしいですね。で、まあ、結構いろいろあるんで、ね、あの省いちゃうんですけど、まあ、基本多分どうでもいいんですよ。そのまあ、もう笑いに行ってるんで、そのもうどうでもいいんですよ。でもこれちょっともう本当にどうでもいいなっていう風に思うのが一つあるんで紹介させてください。いや、またの次はね、ありますけど、これ僕医学賞のやつが結構ツボで、左腕を描いて右腕のかゆみを沈める方法っていうのがツボで、いやいやもう、もうタイトルからしてもどうでもいいじゃないですか。これはですね、ドイツのリューベック大学の神経科学者の、神経学者ですね、の人たちがやった研究なんですけど、いや、これマジどうでもいいな。右腕にかゆみを感じている人の左腕を鏡に映して、あたかも、なんだもん、これどうでもいい。どうでもよすぎるな。なるほど、そういうことですね。もうバカなことやるな、これ。だらないですね、右腕に、ごめんなさいね、ちょっと最後まで読みます。右腕にかゆみを感じている人の、左腕を鏡に映して、あたかも右腕が描かれているかのような見え方で左腕を描くと、右腕のかゆみが収まった。ごめんなさい。でもこれちょっと久しぶりにちょっと僕聞きましたね。ダメでした？どうでした？僕ちょっと涙出るほどちょっと笑っちゃったんですけど。ちょっと普段、そんなに普段ちょっと笑わないんで、ちょっとツボでした。いやー、これ一番来ましたね。やっぱすごいですね。イグノーベル賞来てるなー。僕のおすすめはなんでこれです。これまたの月日本なんですよね。僕やっぱこれでしたね。これでした。いや面白かったな。ちょっと久しぶりにちょっと笑っちゃいました。くったらねえな、こんなことやってるんですね、イグノーベル賞は。ということで、まあ、いろんなね、賞とかありますけど、でね、次からはちょっと笑いじゃないですよ、未来の話をしましょう。2030年までに生まれる新しい職業って何だろうっていうのを、アメリカの情報サイトチートシートっていうところが紹介しています。でもこれ本当にあそうなるんじゃない、なんかなんとなくこう自分の中ではなるだろうなっていうのは結構なんかその日々情報収集をしていると思いますね。まず一つ目、ボットロビイストですって。これはですね、ソーシャルメディアの機能をうまく活用して、ボットっていうのがあるんですよね、なんか最近。要はなんかその、自動で返信するみたいな。で、それをですね、クライアントのビジネスやマーケティングを支援する人。二つ目、これはですね、未来貨幣投資家ですって。ビットコインとかなんかその、今なんか、仮想通貨っていうのが話題になっているんで、これのスペシャリストだそうです。でなんか銀行の、要は、いや、なんだろう。投資家、でもなんか、まあ、詳しい人ですよね、きっと。この、貨幣通貨にすごい精通している人っていうのが仕事を、まあ、そういう職業ができるっていうことらしいですよ。こう、三つ目のね、結構僕、いいなと思ったんですけど、生産カウンセラーですって。生産カウンセラーっていうのは、なんか最近そのワークライフバランスっていうのがすごい叫ばれてて、その仕事を何時までに終わらせましょうとか、健康を大事にしましょうっていうことで、それをカウンセリングしてくれる人です。生産性を上げるためのアドバイスをする専門家っていうのができるらしいですね。4つ目はですね、微生物バランサーですって。これは病原体となる危険なバクテリアなどの微生物を査定する専門家。ああ、よくわかんないですね。
次はですね、ミームエージェント。これはね、実際ありますからね、もう、日本でも。YouTuber などのネットスターを、YouTuber などのネットスターたちの代理を務める、職業、ありますね。もうこれはありますね、完全に。できてますね。ビッグデータドクター。最近よく聞くあれですよ、そのビッグデータか。いろんなその、病歴や、その患者の病歴や個人データに基づいて、ビッグデータを使って治療を施す新世代の医師。なんかかっこいいですね。クラウドファンディングスペシャリスト、資金集めのアドバイスをする専門家。これももういそうですね。クラウドファンディング盛り上がってるから。未来の仕事スペシャリスト何これリクルーターの仕事、将来のキャリアに関して特化し、助言してくれる専門家。あ、だからもうあれですよ、この技術と一緒ですよ。未来にはこういうことができるから、そのためにこういうことをしてくださいっていう風なスペシャリストですって組織の混乱化、システムやプロセスが古くなって淀んでしまった企業を揺り動かして覚醒させる人。だからその大企業、いわゆる大企業じゃないですか、大企業をとにかくここが良くないっていうのを指摘していって気づかせるところ。プライバシーコンサルト、あ、でもこれはなんかありそうですね。デジタル情報を管理して人々のプライバシーを守る支援を、守る支援をする専門。ハッカーとかからこう守ったりするっていうことで合ってますかね。なんかそんないろんな仕事ができてくるんですね。だからなんかまあでもそもそもあの YouTuber とかもそうですけどね、新しいですからね、仕事で言うと。なんかまあいろいろできてますよね、本当に。アフィリエイトで稼ぐ人もいるし、なんかいろんな仕事はあるなっていうふうに思うんですけどね。仕事といえばですね、あのすごい気になってることあるんですよ。ちょっとまああまり今日、あとでも10分ちょっとか、すごい気になってる話があるんですけど、あの今あの話したいのが、あの農業でもあの外国、海外の人たちが働く、日本で働くことができるっていう、これ結構あの知ってますか皆さん。真面目な話をしますけど、皆さん知ってますか。今ですね、その、まあ、少子高齢化っていうのがあって、あとは耕作放棄地っていうんですか、要はなんかそのおじいちゃんおばあちゃんがそこに今すごいたくさん増えちゃってきてて、その農業するのも続けるのも結構厳しいと。でそうすると畑がなくなってきちゃうと。でそこが要はなんか畑本来作れるところが作れなくなってしまう土地になってきちゃうと。でそれが結構あの問題になってきていて、で農業をする人たちの人数もちょっとどんどん減ってきちゃっていると。でこれはまずいよねっていうことで、政府がですね、国家戦略特区っていうところがあるんですよ。ここだけは、ここの場所だけはいろんなその規制をしやすくするよっていうところで、農業もそういうのがあるんですよ。農業特区っていうのがあって、あのいろんなではないんですけど、秋田県とか新潟県とか、あと兵庫県とかもあるんですかね。そういうところはわりかし規制が、緩いんですよ。でそこで、要はその耕作放棄地とか、高齢化で農業を続けるのが厳しくなってきているっていう人たち向けに、じゃあ、日本の若い人たちは結局その第一次産業っていうのをなかなかこうやらなくなってきちゃっているから、じゃあそれだったら海外に人たちを呼び込んで彼らに農業をしてもらおうっていうのが、この農業を今なんかその検討しているところなんですよ。でまずはまあ実験段階で、その農業特区、国家戦略特区にある農業特区にある、なんか長くなっちゃいますけど、そこを使ってみようっていうことなんですけど、結構その今なんかその家事代行とかでも、介護業とかでも、海外の人たちを入れて、できないところは、日本人ができないところ、やらないところっていうのは海外の人たちに来てもらってやってもらおうっていう、それが、今後少子高齢化を防ぐ策なんじゃないかっていうことなんですけど、まあそうですかと、まあそうですかと、まあそうなってくるんだろうなっていうのは、まあなんかこう僕も実際思うんですよ。あの京都の福知山にその北っていうところに、まあ、おばさんいるんですけど、まあなんかやっぱそういう自分自身もそういうのを目の当たりにはちょっとするんですよ、正直言うと。でそれを解決するのって言って何だろうなっていうのを最近すごい考えてて、
どうやったらそれが良くなるのかなっていうのはすごい思うんですけど、まあ、誰か継げばいいんですけどね、若い人が継げばいいんですけど、なかなかその継ぎ手がいないとかっていうのは、そういうこと実際に対面してみると、僕も本当にそう思って、なんかこういうことが実際自分の身にも降りかかってみると、やっぱすごい考えちゃうんですよ。やっぱそれってでも実際に自分がそこに対面してみないとちゃんとこう考えられないじゃないですか、なかなかそういうところって。それはねすごい最近悩んで考えて、ずっとここ最近考えてることなんですけど、でその海外の人たちを入れようっていうことなんですけど、基本的にはね今のところアジア、東南アジアですね、東南アジアの人たちを日本に入れていこうっていうのがあるんですよ。でまずですね、一番、農業従事者っていうんですか、農業してる人たち、多いのがですねインドネシア、結構いますね、4000万人ぐらいいるんですね大体。次にベトナムで2500万人ですね。タイで1500万人で、フィリピンで、1300万ぐらいですかね。で気になる日本はというとですね、すごい低いんですよ。もう本当、これなんだろう、全産業に占める割合って言うと多分これ何百万とかなんですよ。それだけ東南アジアの人たちは、人数多いから、その人数多いところを日本に呼び込もうっていうのがこの、今画策しているところなんですよね。それだけ結構で、ちなみに、農業従事者数っていうのは、2016年の2月時点で317万人だったみたいです。日本は10年前から208万人も減少しているみたいですね。で65歳以上の比率っていうのが 38% から 47% に上がっているということで、ここが一番問題だっていうことで、海外の人たちをに助けてもらおうっていうのが、聞くとすごいこう、それだったらいいんじゃないかなっていうの、僕もね正直思うんですよ。だったらこうやるし、それしかないじゃないですか。だってもう国内の人たちがもうやりたくないっていうふうに言ってるし、でなんかその第一次産業はもうそういうのをやらない、やりたくないっていう人たちが増えちゃってるから、だったらじゃあできる人たちを入れればいいなっていうのは、確かにでも僕もそれ聞いた時はそうだなっていうふうに、それがそうするしかないよねっていうふうに思ったんですよ。それはすごい表面上でパッと聞くと思ってみるんですけど、なんかそこからいろいろ考えてみるんですよ。じゃあこれっていいのか、いいのかな、本当にいいのかな、悪いのかなっていうのを考えていくと、結構実際ちゃんとね真面目に考えてみると結構面白いんですけど、でちなみにこの農業特区で、やってみるっていうのはですね、まだいろいろ話している段階で、正式にはまだ分かんないんですね。でそのどういうふうにその海外の人たちを受け入れるのかっていうと、今その海外の人たちを家事代行サービスとかがあるんですよ、日本に。その家事を代わりにやってくれる人たちっていうのを、そこのところの、モデルを参考にして、それの農業バージョンを作ろうと。そこから要はなんかその引き入れるところを探すみたいなんですよ、家事代行サービスと一緒で。で、そこからですね、じゃあ人がじゃあ日本に来ますと、じゃあ日本から実際どこの農家に入れるの、どこの農家に、その海外の人たちを派遣させるのかっていうのが、農協ですね。農協が、ある程度いろんな農家の人たちとつながってるので、でそこからこう、じゃあこういう人いいですね、こういう人、ああいう人いいですねっていうふうに派遣させていくみたいなんですね。っていうのがなんかざっくり言うと、そういう仕組みでやっていくらしいんですけど、で、今のところ、これ農業特区だけじゃなくて、全国的にやろうとっていうのが、もう農業特区以外にもそんな関係なしに、これからもう全国でやらないと間に合わないよっていう、農業終わっちゃうよっていうので、わりかし広がっていくみたいなんですね。ただ、そこまではいいんですよ。僕もここまで見ると、なんかすごいいいことだなというふうには思っているんですけど、ただなんかよく考えてみると、なんかその、どうなるのか、なんかここら辺は実際どういうふうに考えてるのかなというのがすごい気になる部分があるんですけど、まず、これ面白いのが、その海外の人たちがその日本の農家に従事した場合に、日本の人たちと同じ賃金を払うらしいんですよ。もしくはそれ以上の賃金を払うっていうのを、対象にしてるんですね。で、ということは、そこで書いてあったのが、日本語もちゃんと喋られる人を、受け入れるっていうのがあるんですけど、で、まあ、その、もちろんその、
待遇を同じにするっていうのはいいと思うんですよ。だって日本語がちゃんと喋れて、その農業に対する知識も詳しかったら、もうそれはもう同等の、あの待遇になるのは当たり前だと思うんですよ。ただしちょっと思うのが、そのじゃあ実際今問題になっているのが、高齢者の人たちがどんどん増えているから、その人たちって結局その年収とか収入がやっぱり減っていくじゃないですか。でそこに対して、そのじゃあその人たちに支払う賃金っていうのをどうやって作っていくのかなっていうのは結構思ってるんですよ。でいろいろ調べてみると、農業の経営統計調査調べっていうのがあるんですけど、だいたい農業の平均年収っていうのが456万円らしいですね。これ平成2026年の資料なんですけど、でまあだいたいそのぐらいで平均です。あくまでも平均なんですけど、で、これが平均なんですけど、この平均を得られる年収っていうのがだいたい40歳から44歳までが456万円を得られるんですよ。で、60から64歳になってくると369万円とかになってくるんですよ。でそこが増えていくわけじゃないですか。でよくわかんないのが、経営者だったら人を雇っていけるんでしょうけど、そのわかんないです、実際どの程度の人たちが多いのかわかんないんですけど、この60から64歳の人たちっていうのが、ただもう増えてきてるから、そこ向けでちゃんとその人たちにその給料を払わないといけないわけじゃないですか。だからなんかそれがこう実際給与の部分で成り立つのかどうなのかなっていうのはちょっとよくわかんないところなんですよね。でなおかつ、その今回もともとそのじゃあ高齢者増えるから、それを防ごう、その代わりに働いてもらおうっていうことでやってる、だ高齢者向けの対策じゃないですか。でも高齢者って結局その資料見てみると年収がちょっと減っちゃってきているから、ここの部分でなんかこうどうなっていくんだろうなっていうふうに思っちゃうんですけどね。経営者、もう本当に経営者で何人もいますよとか、従業員がとかだったらまだ全然まあ分かるんですけど、ただ実際分かんないですね。そのなんか大規模経営している農業が多いのか、農家さんが多いのか、小規模経営をしている農家さんが多いのかっていうのはどっちなのか分かんないんですけど、分かんないんで、なんかどっち向けでこれやってんのかなっていうふうにちょっと思っちゃうんですよね。で調べてみると、その農業特区っていうのが結構その企業が入りやすいんですよね。企業がその耕作放棄地とかっていうのをその買って、でそこでその企業が農業をやっている人たちをなんかその少ない人数でも OK なんですけど、その企業が農業を始めやすいっていう風な規制を緩めてるらしいんですよ。でそのために助成金とかも出しているんですよね。出してるんですよ。でなんか僕ちょっと思うのが、そうなるとその 今の企業とかがそのどんどんじゃあ土地を買いまくると、でそこにその海外の人たちを働かせるようななんか仕組みになってくるのかなっていうふうに思うんですよね。ただそうなるとですよ、じゃあそもそもその高年齢がちょっとやっぱりその上になってきて、そのちょっと厳しくなってくる人たちがいるじゃないですか。そういう人たちの土地を買っちゃうのかな。でもなんかそういう人たち向けじゃなくて、それ企業向けじゃねえとかふうに思っちゃうんですよ。何も解決はするんでしょうけど、なんかそもそもじゃあその困ってるおじいちゃんおばあちゃんは助かるのかな、これ本当に助かるのかなっていうのをちょっと真面目に考えちゃう部分が結構あるんですよね。でいやもうなんだったらそもそもの話で言うと分かんないです、これ本当に分かんないんですけど、その現地に行ってみないと分かんないぐらいなんですけど、農業ができてなおかつその日本語がある程度話せる人って東南アジアの国にどのぐらいの人数がいるんだろうっていうのを結構僕考えちゃうんですよ。僕正直言うとそんなに分かんないです。その別に農業がいい悪いとかじゃなくて、そんなイメージじゃないかなって思っちゃうんですよ。で要はなんか結局その高齢者を対象にしたわけなんで、なんかその揉めたりしないのかなっていうのを思っちゃうんですけどね。その実際にじゃあ働きに来てここに来ました、でそのもちろんお米がやっぱり東南アジアは作るのがなんか多いらしいんですよ。輸出とか自分たちの国で作るのもそうなんですけど、米の割合が多いんですけど、
でも作るお米の種類も全然違うじゃないですか。ジャポニカ米でしたっけ、なんか細長いやつで、日本のやつってなんかやっぱりふっくらとした丸みのあるやつだから、その作り方も違うし、でそのコミュニケーションって日本語でちゃんとやるんですよね。やらないと絶対だって嫌じゃないですか、多分。どっちも結構難しいじゃないですか。だからなんかちょっと思っちゃうんですよね。でそのむしろ何だったらその家事代行サービスみたいな感じでうまくできるんですかね。ちゃんと派遣というかちゃんとこう回るのかなっていうのをちょっと結構なんかいろいろ調べてみると思っちゃうんですよ。なんでかっていうと、これですね、長野県の川上村っていうところにですね、なんと年収2500万円を稼ぐレタス村っていうのがあるんですよ。でこのレタス村っていうのはなんか結構調べてみるとなんかあまりねちょっとこうよろしくないというか評判が、調べてみるとその中国人の研修生を使ってすごい安い賃金で研修生なんで、そのいろいろ学んだら中国に帰っちゃうんですよ。でその要は安い賃金を使ってとにかくもうあのそこの人件費を安くしてレタスを取って金儲けしよう、金儲けじゃないですかね、まあ、あのお金を得ようっていうのが、でこんだけ稼いだけれども結局その実際裏側っていうのが結構なんかそのあまりよろしくないような、労働環境だったみたいで、で要はなんかこれが結局その研修生だから結局帰っちゃう、あなんかごめんなさい、ちょっとマイク触っちゃった、帰っちゃうから問題になってるんですけど、今回その、研修生じゃなくてちゃんと従事させるっていうことなんで、なんかここもこれを変え、そのレタス村の例を変えるための法、なんか法律、そのなんていうんですか、その取り組みになってくるのかなって思っちゃって、いやでもそう考えると、いやいやいや、なんか実際困ってるおじいちゃんおばあちゃんのためになんとかしなきゃっていうふうになると、なんか問題の解決ってそこなのかなって僕結構調べてみるとなんか そこなんです、そこなのかなって結構真面目に思っちゃうんですけどね、思っちゃうんですよ。でなんか結構それは今日その話してみたかったところなんですけど、なんか皆さんどうです、もしちょっと聞いてみたいんですけど、本当にあの今回結構真面目な質問なんですけど、もしですよ、あの農業されてる友達とか実際農業してる人もあのいらっしゃったらでいいんですけど、なんかそのあの僕もちょっと逆にそのちゃんと話を聞いてみたいんで、あの場所によっては全然僕行きます、なんであの結構気になってるんですよ。なんかこれってでも本当にいいのか悪いのかっていうのがちょっとよく分かんなくて、実際になんでそうなんですよ。なんでもしちょっと友達とか結構まああのこのポッドキャスト聞いてくださ、Facebook のライブもそうなんですけど、ポッドキャスト聞いてくださってる方もそうなんですけど、わりかしこう全国に散らばっているじゃないですか、聞いてくれてる人が。だからなんかもし個人的なこう淡い希望なんですけど、そのまあ友人知人とか家族とかが農業をやってるいたら、なんか僕もなんか実際そういう話を本当にちょっと結構気になってるんですよ。でなんでかっていうと、それがその僕のそのまあ本当に本家のところがまさにそういうあの境遇になってて、あのまあまあその人にじゃあ聞けよっていう話もあるかもしれないんですけど、場所によって多分そういうのも全然違うと思うんですよ。だからなんかそこら辺のもしね、あのそういう人たちが周りにいたら、あの僕ちょっといろいろ今調査してみたいなというふうに思ってるので、ぜひちょっとあのメッセージください、 Facebook のメッセージで。すると結構僕は本当になんかこれ何なんだろうなって結構ね最近ずっと考えてることなんですよ。だったらなんかまあ自分も一回そういうところの農業に従事してみないと、多分本当に現場を見てみないと多分これってなんかよく分かんないと思うんですよ。で多分これ現場見てね、わかんないです、わかんない人たちがこの策を出してるような、どうしてもなんかその匂いがプンプンなんで、なんかこれ実際やってみたらまた考え方変わるんじゃないかなっていうふうに僕は思っちゃうんですけどね。なんでここ結構気になったんで、ちょっともし本当にですね、あのいたらでいいんで、あのちょっと教えてください、いたらでいいんで本当に教えてください、メッセージください。おすすめ、そういえば全然あのもうこの後は関係ないんですけど、結構あの皆さんどうですか、海外ドラマとか好きな人いますか。あの好きな人いたらですね、これあのこの、動画の説明欄もしくはポッドキャストの説明欄にですねリンクを載せておくんですけど、 Just Watch っていうウェブサイトがあるんですよ。これ超便利です。今いろんなこう海外ドラマとかたくさん溢れちゃってるじゃないですか。で
Hulu とか Netflix とか、 なんか DTV とか、 なんか GAO とか Amazon プライムとか、 もうなんかこう iTunes とか、 なんかもう Google プレイとか、 なんかもうよくわかんないじゃないですか。そのどの作品が、どのアプリでどの作品が見れるのかっていうのが全然もう僕結構混乱してきてて、ですごいんですよ。でこの Just Watch っていうのが、それを教えてくれるんですよ。例えば今だったらじゃあブレイキングバットにしましょうか。じゃこのブレイキングバットってすごい話題だけど、じゃこれ Netflix で見れるのかなっていうの気になるんですよね。でそういう時にこの Just Watch っていうのはそのドラマが全部ピック羅列されてるんですよ。でクリックすると例えばブレイキングバットだったら、じゃあこれはネットフリックスで見られますと。で、例えばじゃあナルコスとかだったらネットフリックスで見られますとか。で結構その作品をクリックすると、あの Hulu で見られるよとか DTV で見られるよとかっていうのが結構ね詳細に書かれているんですよ。でちなみに映画も同じです。映画も調べられるんでこれ超便利です。本当にねこれ役に立つと思うんで、あのリンク載せておきますのでぜひチェックしてください。ということで、そろそろもう終わりなんですけれども、今週もですねこのステッカーの結構たくさんに、入りましたので、ステッカーの当選者発表したいと思います。ちょっと喋りすぎで声枯れちゃいましたけど若干、今週のステッカーの当選者はですね、横田修斗さんおめでとうございます。そして中野さん覚えていますかね。一回あのブログに書いてくださった方がいるんですよ。ブログに書いてくださった方がいるので、その方にですね、その方にも、ステッカーを送りますので、今週のステッカーの当選者は2人でございます。横田さんと中野さんでございます。おめでとうございます。ちょっとまあ今週はですね、結構あの後半ちょっとなんかテンションが高まり興奮してしまい、なんかよくわかんない話になったかもしれないんですけど、なんかでも結構その職業に対して結構最近すごいその農業について特にそのなんかすごいこう自分の周りに身近な人がそういう風にな経験をしてくる待遇な状況になってくると、やっぱ自分も考えちゃうんですよね。これでいいのかなとか良くなってくるのかなっていうのをすごい考えるようになってきたんで、なんかでもそれって実際にこうね本当に遭遇してみないと分かんないことだなっていうのはすごい思ったんで、まあそんな回でしたということで、今週はここまでにしたいと思います。でですね、来週の TGM 予定ゼロなんですけど、ちょっとねまだ分かんないんですよね。すいません、若干なんですけど、でもじゃ次来週次あれですよ、次20回なんですよ、次20回記念なんですよ。でちょっと思ったのが、なんかやっぱりその若干その毎回こうやるっていうよりは、その面白いネタ集まった時にやるのもいいのかなっていうのをちょっと思ってるので、やるときはもちろんあの事前に言います、事前に言います。でそのすごいちゃんとこうあの話したいネタとか、それがしっかり集まった時にやる回っていうのも、だから今回結構熱く語れたんで、毎回それが熱く語れる回の方が面白いんじゃないかなという若干思うので、あのまだちょっと分かんないです、やるかやらないかも。ただもうそれは今週1週間次第っていうことなんで、ちょっとランダムチックな感じでもやろうかなと思ってます。ただ基本大体まあ日曜とか、まあ、ちょっと変動があってあの今日とかね祝日の最後とかになるっていうのが多分基本になると思うんですけど、言いたかったのはそれなんで、とにかくもしかしたら、ランダムになるかもしれないってことです。で、今週そこまでです。でステッカーじゃあどうすればいいのっていうと、ステッカーが欲しい人はですね、この動画もしくはポッドキャストをシェアしてください。そしたらステッカー、差し上げます。でステッカーに関しては毎週ちゃんとこの人ですっていうふうに発表していきます。で事前にやるときは、TGM 4.0 でやりますよっていうときはちゃんとお知らせもしますので、よろしくお願いします。声がもう結構かすれてきましたので、ということで今週も皆さんここまで聞いてありがとうございます。ではではまた次回20回目ですね。20回目超楽しみです。ということで20回目の TGM 4.0 でお会いしましょう。以上アリケーターによる TGM 4.0 でした。じゃあまた。